はい、こんばんは。ザ・ダンスデーが世界一大好き、398チャンネルです。はい、今日はですね、テレビで日本一のダンスチームを決める大会、ザ・ダンスデー2024が放送されたんですけど、今日は一般人の大会なんですけど、その大会の合間に、その豪華スター、芸能人による、ダンスコラボも行われたんですけど、で今日のその1曲目が、BTS の Dynamite だったんですけど、今日のこのね、芸能人ダンスコラボを見て思ったことは、いや、すごいかっこよかったなと思いましたね、このコラボ。はい。というのも、このね、BTS の Dynamite の、ダンスコラボなんですけど、もう本当に参加者が豪華すぎて、しかもかっこよすぎたなと思いましたね。はい。まず、キンプリの高橋海人くん、エンチームの K くん、マゼルの生徒さん、で、あと、ファンタスティックスの世界さん、あとは、高弘さん、で、バリスティックボーイズの松井俊樹さん、で、あとは、最後に、こう一点で、ミーアイの石井蘭ちゃんが参加したんですけど、いや、本当にね、見応えのある、ダンスコラボだったなと思いましたね。はい。というかね、その違う事務所で、なおかつその違うグループによるやっぱダンスコラボって見てて面白いし、で、しかも今日ね、ダンスコラボしたメンバーっていうのが、その各々のグループでの、その一番ね、ダンスがうまいメンバーだったんで、いや、ほんまにみんなかっこいいなと思いましたね。はい。というのもね、自分はそのダンスとか得意じゃないんで、やっぱりそのダンスがね、得意な人とか見ると、本当に尊敬しちゃうし、憧れちゃうなと思いましたね。はい。で、特にね、やっぱ BTS の Dynamite っていう選曲がいいし、で、なおかつ、この曲を、その高橋海人くんとか、Nチームの K くんとかが、踊ったのがいいなと思いましたね。はい。で、あと、ミーアイの石井蘭ちゃんなんですけど、彼女はね、その、今回の、その、ダンスデーにおける、審査員と、そのスペシャルサポーターにおける、好意一点だと思うんですけど、好意一点ではないですか。リエハサさんとかもいるから。ただね、若々しいから、すごい印象に残りましたね。はい。で、やっぱりね、Nチームの K 君が、ものすごいね、ダンスがうまいなと思いましたね。はい。本当に一人だけなんかすごい動きが、本当、プロだから当たり前なんですけど、それでもね、なんか本当にすごい動きしてて、はい。どうやったらこんなダンスができるんだろうって、正直自分は感動しながら見ていましたね。はい。で、あとそれと、そのファンタスティックの世界さんとか、マゼルの生徒さんとかもそうなんですけど、今までその知らないグループの知らなかったメンバーの新しい一面が見れたのも、今回の、コラボのいい面だったなと思いましたね。はい。ということでね、最初は高橋海人くん目当てで見てたんですけど、他のメンバーもね、非常にかっこよかったので、はい。いや、本当に最高のコラボだなと思いましたね。はい。ってことで、本当に、こんな風に踊れたらいいなと思いました。はい。